僕は好きではないやりたくない仕事にずっとそっちに努力してたんですよ。だから朝から夜までずっと行動しないといけない。で、ある行動が終わったら次ね、5分ぐらいは幸せ、いや多分ね1分ぐらいはふーみたいな感じで30秒かな。でまた次の問題を見つけて次の問題のために努力する。だからいつも努力してるのね。で終わらないわけよ。で終わることができないから何が起こるかっていうと、ああまだやらないといけないことが残ってる、僕本当にダメなんだなって言って、ちっちゃい考え事が今度僕の観念に変わってくる。どういう観念っていうのは、やらないといけないことがいつもあって僕はそれができない人なんだ、だから僕はうまくいかないんだ、僕の人生がうまくいってない理由は僕が努力してないから、で僕は努力できない人だからうまくいかないんだっていうのが僕の self core belief。 それがクリスっていう人間だったんですよね。 Change the world、 生まれてきただけで It's all right、 It's all right。 Hey guys, thank you so much for checking out this video. So my name is Chris、 クリスと申します。僕はね、日本で生まれて12歳の時まで日本に住んでいたカナダ人です。 So it's nice to meet you if this is your first time meeting。 でね、僕は毎週このようななんか考えて自分の人生がワクワクして本当にやりたいことで生きていけるようになるとか、この不安がなくなってもっと幸せをゲットするような、そのような advice and tips を毎週 YouTube にビデオでアップしているので、興味がありましたらぜひチャンネル登録していただければ嬉しいです。 Alright、 でね、本当にね、僕は日本生まれなんでね、この努力しないといけないっていうのがよくわかっているんですよね。努力しないと悪いことが起こるよって、なんかやらないといけないことがあって、それを終わらせないと幸せになれないっていうコンセプト、本当に僕わかるんですよね。僕は幼稚園の時からそういうような教育を受けていて、僕は慶応の小学校、幼稚舎っていうところなんですけど、そこに入学したんですよね。だから本当にこの慶応に入る前はめちゃくちゃいつも塾行ってたのね。で今度ね、これさね、頑張らないと慶応入れないよみたいなのがあって、で今度慶応入ったら、今度よかったね慶応入れて、でももっと悪いことが起こるよ、今度ちゃんと勉強しないと慶応の中学校に入れなくて、慶応の小学校に入ったのに慶応の中学校入れなかったらどんな恥をかくのみたいな。だからいいことが起こったんだけど、で今度このいいことにまた問題がついてきたんだよね。でその問題を解決するために努力しないといけないね、行動を取らないといけない。だから本当に目の前にある大変なこと、目の前にある宿題とか仕事とか、それを終わらせないといいことが起こらないよ、だから行動が大切だよって、今度それが終わるとまた次のやらないといけないことっていうのが出てきて、本当に僕の場合はね、なんか永遠にやらないといけないことが続いてくるっていう人生を本当にね、何十年も生きておりました。でね、ちょっとね、ここで質問なんですけど、ぜひねコメントで教えていただきたいんですけども、皆さんどう思いますね、人生の中で一番大切なそこっていうのは行動とか努力なんでしょうかね。これについて話していきたいんだけど、ちょっとね、今ねどう思うのかっていうのを教えていただければ嬉しいんですけれども、僕はですね、個人的に思うのは、その行動とか努力っていうのは実はそこまで大切じゃないんじゃないかなって思いますね。この今僕が言ったことを聞いてね、多分昭和時代の先生とかがってなって本当に恐怖を感じていると思うんですよね。ね、そうじゃないよ、え、努力と行動が一番大切なことなんだって僕前から学んだからみたいな。いやでもね、本当に今時代がシフトしていって、それより大切なことがあるんじゃないかなって思います。でそれは何だろう、それはですね、あなたはどこに向かっているのかっていうことだと思うんですよね。ね、本当に行動と努力っていうのも大切なんですけど、もし自分が向かいたくない方向に行動努力をしていたらどうなりますか。これね、ちょっと面白い話があるんだけど、例えばね、僕仕事っていうところで悩んだこともめっちゃあって、面白いんですよね。僕は、23歳の時にケイマン諸島にいたのが24で、本当にこれ初めて、大学も卒業してなくて、で友達と一緒に会社立ち上げて、でリッツカルトンとね、ゴルフコースを作るっていうビジネスの取引をやってですね、本当に数億円のコントラクトを24歳ぐらいでゲットしたんですよ。25の時かな。うん、でもう面白いほど楽しくて、もうワクワクして仕事するっていう感じではなくて、遊びっていう感覚で仕事をやってたんですよね。そしたらもう本当にうまくいったんですよ、ね、でその時に努力しないといけない、行動しないといけないみたいなことは一切考えてなくて、どうやったらこの問題を解決するのかっていう感じでワクワクする感じで仕事をやっていたら本当にうまくいっちゃったんですけれども、
その後に僕25、6歳の時に日本に戻ってきたんですよね。で、日本に戻ってきて、で、大学を、まあ2年ぐらいの大学がちょっとあったんで、テンプル大学っていうところから卒業させていただいたんですけれども、その後にですね、まあ YouTube の仕事をちょっとやってて、なんか僕、日本で育ったので、正しいやり方、日本の正しいなんか仕事っていうのは、なんか好きなことで勝手に自分がちっちゃい会社作って仕事をやってても、それ以上大切なことがある。それは大手企業と取引をしてね、で社会的に知名度を上げて社会的に認められることね、ちゃんと社会が認めてくれているルールの間で立っていく。まあ簡単に説明するとさ、なんかアメリカの大手企業の会社、例えばアメリカのフォードとか大きい車の会社の役員になると、多分年収が数億円のレベルに入ってくると思うんですよね。で特にその CEO とかをやっていると、本当10億円とか20億円とかもう普通に稼いでる CEO がいると思うんですよ。でも日本の場合ってどうですかね、三菱とかね、なんかホンダとかそういうような会社の取締役やってて、ね、数億円稼いでるっていう感じじゃないですよね。ね、ホンダのね、CEO やってて、ね、数億円、10億円、20億円、ね、ポケットマネーみたいな感じでサラリーもらってますかって言ったら、それ違いますよね。ね、日本の社長は、ね、そうや、逆にバスを乗る社長とかいますよね。大手企業なのに。ね、だから日本人の文化的にポイントにされていることは、ね、自分一人で給料をめっちゃ稼ぐっていうのはちょっと失礼、ね、そうじゃなくて、なんか、ね、三菱の役員になる、あのおじさん役員なんだよ、あの人役員なんだよ、すごい、でも給料は1000万とか2000万とか、ね、世界中と比べると低いっていうポイントなんですよね。ね、でそこの、まあ、ちょっとね、今日は本当に努力と行動が、もう日本人はね、なんか問題があったら努力が足りないんだよって、ね、日本人だねって言ったら失礼なんですけれども、結構そういう感じがあるんですよね。で僕の場合なんですけれども、ちょっとね、例えばこの棒が、これね、実は僕は小学4年生の時、5、6年生わかんないんだけど時に作った靴べらなんですけど、もしこれが仕事っていうコンセプトだとしましょう。ね、これが仕事ね。で、上のところに幸せなイメージの仕事があるとしましょう。本当にやりたいことが仕事にできて、仕事に行くのが楽しい。ワクワクして、ちょっと遊び感覚もあって、で、本当にこの仕事があって、感謝できる。誰かのためになっていて、ね、本当に嬉しいっていう仕事が、このキラキラしている自分のビジョンっていうかね、それが上にあるとしましょう。で、同じ仕事っていうアイディア、このコンセプトの中に、一番下のところ、ね、本当にここに、うんちみたいな感じ。もう地獄みたいな仕事。ね、ブラック企業とかグレー企業とか、やりたくないことを毎日毎日やらないといけない。ね、時給が低いとか、お金が、給料が本当に低い。まあ、給料が高くてもどうでもいい。まあ、給料が低いと。で、やりたくないことで、本当に、自分が得意でもなくて、好きでもなくて、やってるだけで本当に大変なことで、もう本当に考えると、日曜日の夜にサザエさん病になって、月曜日の朝、この仕事本当にやりたくないって言って、起きた瞬間に鬱になるみたいな、そういうリアリティが仕事っていうことにしましょう。ね。で、これが、その上のところがハッピーな仕事のバージョンで、下のところが地獄みたいな、アンハッピーな仕事のバージョンがあるっていうふうにしようよ。ね。で、これをね、ちょっと、よく見ると、ね、行動と努力していると、まあいいんだけど、そもそもあなたはどっちに向かっていますかっていうことなんだよね。もし人生が列車、電車だったら、あなたが乗っている電車はどっちに向かっていますか？こっちに向かっている？それかこっちに向かっている？で、ちょっとね、これね、こうやって上縦にすると分かりやすいから、分かりやすくしないためにですね、こうやりましょう。幸せの方に向かっているのか、こっちのカメラの方がいいかな。幸せの方に向かっているあなたの今、毎日。ね。今週、今は見てる人が日曜日で見てる人もいると思うんですけれども、ね。じゃあ来週やな。この週はあなたが毎日やっていくことは、この幸せのところのために向かっているか、こっちのアン幸せ、アンハッピーの方に向かっているか、どっちですかっていうことなんですよ。で、ここでね、僕は、前、その日本の、
日本に戻ってきて、なんかそういうなんかちっちゃいことでやって、楽しい仕事でワイワイやっても、それは違うよって、本当に認められないといけないね、三菱の役員になるみたいな感じでね、そういう感じの大手企業と取引をやったりとか、だからそれをちょっと目指して、ある会社と僕はタイアップして、でそこで気づいたのが、そこですごいグレーな会社だったんですよね。どういうことかっていうと、本当に社長が部下に意地悪をする、で本当にハラスメントをするとか、声を怒鳴ったり、人の前で怒鳴ったりとか、で本当に会議室に行って超怒ったりとか、で上司も下の人をバカにする、本当にひどかったんですよね。で上司が偉いからみたいな感じで、もう口の話し方もひどいし、で働き方もひどいし、本当につらかったんですよ。ね、でその時僕は何をしたかっていうと、僕の OS、 僕の観念っていうか、僕のシステムが、ね、そういう環境が普通なんだよって、ね、努力しないといけないんだよ、頑張らないといけないんだよ、これが普通なんだよっていうことを本当に思っていたんですよね。だから僕はその会社でそういうちょっと怖かったんですけど、その社長から認められるため、上司から認められるためにいっぱい努力をしたんですよ。で行動もいっぱい続けたんですね。で本当に週末とかもね、いつも事務所にいて、で仕事に来るのは朝7時、だから6時半ぐらいには事務所の周りにいて、その隣の蕎麦屋さんでなんかね、蕎麦を食って、で7時から事務所に行って、家帰るのは本当に12時とか11時半とか、そういうことをやってたんですけれど、ね、その時僕は努力が大切、もっと努力しないといけないんだ、行動しないといけないんだっていうことで、そこはその時はね、本当に売上とか考えないで、努力、その努力にフォーカスしてたんですよね。だから正直言って今僕はちょっとね、あんまり、まあ僕はちょっとビジネスマン的な考え、ビジネスマンだと思うんですよね、ある意味。やっぱりそういう自分で会社を立てて、今も自分の会社を経営しているので、ちょっとその経営者マインドみたいなのがあるので、その努力努力っていうところで、今は努力したらその努力が何のための努力なのか、お客さんのための努力なのか、ね。で、そうすると自分のバリュー、お金、プライスを上げることができる時もありますよね。で、そうすると、その努力によって売り上げが変わってくる。その努力によってスタッフに売り上げが流れてくる。その努力によって幸せがもっとお客様に届いて、で、税も生まれてきて、世界が良くなっていくみたいなことなんですけども、これちょっとね。で、前その会社でグレー企業みたいなところで働いてた時は、何のために努力するかっていうと、社長から認められるための努力なんだったんだよね。だからある意味先生から褒められる、周りの人からクリス偉いね、クリスすごいよって、それは認められるための努力をいっぱいやってたんですよ。だから具体的にどういうことかっていうと、1日2回メールを送らないといけないんですよね。で朝は今日のゴールですみたいなことの、メールを社長宛てで、で CC に全員に送ってたんですよ。で夜帰る前にもそういう感じで、今日はこういうことをやりましたっていうのを社長と全員に CC して送ってたんですよね。役員の人たちも含めて、ね、だから本当に夜は申し訳ございません、これしかできなかったんですみたいな、だからそこにめちゃくちゃ努力して、すごいかっこいいメールにしたりとか、なんか本当に朝早く来て、で朝早く来て売り上げ上がるかとか、ね、誰のためになってるのかって言ったら、自分が褒められるために他の人より努力してたっていうところに僕はフォーカスしてたんだよね。でそれで、まあ、その企業を辞めて別の企業に入って、同じようなところに入って、それが3回ぐらい続いたんですけれども、ポイントはその時僕はどこに努力していたかっていうとね、これが幸せで、仕事っていう棒の中で、ね、コンセプトの中で、今はこう本当にやりたいことで、今の努力が本当になんか人のためになる、自分のためにもなるっていう感じなんだけど、その時はこの何ていうのかな、そこの仕事のために努力していて、こっちに向かっていたんですよ、幸せじゃない方にね。だからどういうことかっていうと、その仕事のために努力をしていたら何が起こるかっていうと、またその仕事にもっと深く入るんですよね。その会社にもっともっと深く入っていくんですよね。で一回こういう努力ができる人なんだ、こういう行動できる人なんだっていうのを他の人が見ちゃう、特に上司とか社長が見ちゃうと、それがあなたなんだっていうイメージになって、この人はいつも努力と行動する人なんだみたいなイメージもついちゃうんですよね。でそれはそれでいいことなんだけど、ポイントは僕は好きではない、やりたくない仕事にずーっとそっちに努力してたんですよ。だから朝から夜までずーっと行動しないといけない、である行動が終わったら次ね、5分ぐらいは幸せ
幸せ、いや多分ね1分ぐらいはふーみたいな感じで30秒かな、でまた次の問題を見つけて次の問題のために努力する、だからいつも努力してるのね。で終わらないわけよ。で終わることができないから何が起こるかっていうと、ああまだやらないといけないことが残ってる、僕本当にダメなんだなって言って、ちっちゃい考え事が今度僕の観念に変わってくる。どういう観念っていうのは、やらないといけないことがいつもあって僕はそれができない人なんだ、だから僕はうまくいかないんだ、僕の人生がうまくいってない理由は僕が努力してないから、で僕は努力できない人だからうまくいかないんだっていうのが僕の self core belief、 それがクリスっていう人間だったんですよ ね。だからそういう感じでどこに向かっているかっていうのが大切だと思うんだよね。だからもしこの棒が人生っていうところだったら、あなたはこの幸せになる、その天国が地球にあるっていうことじゃない、まあね、そのやりたいことで生きていくっていうことはできるんだよ今。本当に辛いこと仕事にしなくてもいいんだよ。2020年だもん。もうちょっとで2021年だもんな。やりたいことで生きていくっていうのができるんだよ。みんながやってないからできないっていうことじゃないよ。うん。で、実際にやってる人めちゃくちゃいて、そういう、それすごい楽しいよ。で、そういう感じで生きていくっていうこともできるし、今と同じ辛いやりたくない仕事をめちゃくちゃやって、OK、じゃあそこで努力したらどうなるのっていう話なんだよね。そこで行動を続けていたらどうなるのっていうと、もっともっとこっちに進むじゃん。ね。1ミリずつ、1ミリずつ。だからそうじゃなくて、努力と行動を、ね、それも大切なんだけど、そもそもあなたはどこに向かっているのっていうのを考えた方がいいと思うんだよね。だから本当にこれはね、個人的に考えるっていう必要も絶対あると思うんですよ。ね、だからもし大学生だったら、あなたはどういう仕事、どういうライフスタイルを手に入れたいの？最初は夢から始めて、で、実際にそういうのをやっている人を探しに行って、会ってみて、話してみて、で、そういうところで弟子入りさせてもらう、そういうところにインターンをする、自分がバイトしてそこにお金を払って働かさせてくださいみたいな感じの勢いで努力する。そこに入って学んで、自分の幸せな方向に進んでいって、自分が得意でやりたいことを仕事にする。そうすると仕事をやっている時に不安をそこまで感じない、やりたくない時をやっているより。で、そこで自分のスキルをアップして、で、そこの会社がね、なんか進化しない、自分と一緒に進化しないんだったら、別の会社に動く。海外に行くとか、別の会社に行くとか、自分のビジネスをスタートするとか、そういうところもできるじゃん。ね。で、学校もそうなんだよね。ね、よく、学校の業界はすごい遅られてるっていうことを僕は話で聞くんですよね。金持ち父さんと貧乏お父さんのロバート清崎先生っていう方を知っている人、皆さんいらっしゃると思うんですけど、ね、ロバート清崎先生は、C の学生が、成功するっていう本を出したんですよね。 C students are hiring A students みたいな本を出したんですよ。どういうことかっていうと、学校で A を取っている、アメリカで A っていうのは90点から100点をいつも取っているできる学生たちね。ね、この C を取っている60点から70点を取っている学生たちが A を取っている学生たちを雇うとすごい会社が作れるんだよね。で、ポイントは、A を取ってる学生たちは、ね、自分でアイディアとか、自分でやりたいことを実際にビジネスするっていうのが苦手な方なんだよね。A を取っている子たちは、やらないといけないことをやらないといけない。宿題があるから、自分が与えられたところの中でトップを目指す。何をやればいいのかっていうことを考えるんじゃなくて、言われたことをうまくやるっていうところが得意な人たちが結構多いじゃん。8割ぐらいがそうじゃないかなって思うんだよね。だから C の学生たちは考え方が違って勉強が苦手とかだから、自分がやりたいことをこう誰かのためになること、ビジネスを学んだりとか、で、そこでできる人たちを雇うとすっごいうまくいくよっていうことなので、もしね、自分の、もしお父さんお母さんで自分の子供が、いや、あんまりね、いい成績取れてないんだよって言ったら、絶対学校は苦手かもしれないんだけど、得意なことがあるから、例えばお話が得意とか、お話が得意だったら営業が得意、営業が得意だったら誰かのコンセプト、誰かのプロダクトサービスを販売することによってお金が流れてくるから、すごいいいことなんだよね。で、ポイントはこのロバート清崎さんが言っているのは、学校っていうのは50年ぐらい遅れているよってね。 IT の業界は3年ぐらい遅れている、車は10年か20年ぐらい遅れているとか、政府も遅れているところがあるんですよね。今一番最新のシステムに比べると業界が
数十年遅れてるって、で学校はすっごい遅れてるって言われてるんですよ。50年とか言ってたんですけど、日本についてはわからないんだけど、どういうことかっていうと、学校の教科書を変えるときにいっぱいの人がそれを認めて、文部省か教科書を置かないといけないね。それをやっていくにはものすごいお金と時間がかかるので、どうしても教科書とかはやっぱり遅れていくっていうのはしょうがないんですよ ね。だから、でも僕のポイントはそのね、学校で例えばこの間 YouTube ライブ、月曜日の朝6時半から YouTube ライブやってて、でその時に誰かが言ってたんですけど、なんか子供の時に学校から友達がいっぱいいないと、友達作らないと悪いことが起こるよみたいな感じで脅しが来たんだって。でそういうのをよく考えていくとね、まあ、僕はそのなんかね、個人的には日本人のなんかに日本的なその人脈があるといい人になれるっていうのは、それは人によって変わってくると思うんだよね。そうやって人と会うのが大好きな人だったらそれはいいと思うんだけど、人と会うのが苦手とか、ちょっとトラウマを受けてたりとか、なんかそこまで人と会わなくていいんじゃないってそう思っている人は、そこまで努力して人脈を作るっていうのをやると、逆にもっと不幸になると思うんだよね。で、まあ、ポイントはね、どっちに向かってるかっていうと、学校もそうでしょ。学校でもそうですよね。だから先生とかね、パパママ両親とかもそうなんだけど、その学校自体で子供がその学校に行くところによってどっちに向かっているのかね、このやらないといけないことをやらないとダメなんだよ、努力しないとダメなんだよ、いい大学に入らないと悪いこと起こるよみたいな、その丸罰感覚、常に悪いことが来るから、ね、人生は大変だから悪いことが起こるから、ね、このいいことにフォーカスしてよ、勉強にフォーカスしてよ、努力にフォーカスしてよ、で本当になんか勉強ができない子がいたら、お前本当にバカだなって先生が言ったりとか、でもっと あなたの息子はダメですよって、本当に勉強できない ADD かもしれないよね、 ADHD とかで、 ADHD と ADD が日本を救っていくっていうことになると僕は信じているんだよね。そういうバランスがあるんだよね。だから ADD が悪いのかって言ったらちゃうのよ。 ADD の天才の子たちは持ってるのよ。で持ってる人と ADD を持ってない人がうまくバランスをとって、新しいビジネス、新しい政府のやり方、新しい教育とかを考えていくと、世界がもっと良くなって、もっと人が楽になって、もっと収入が上がってきて、もっと環境を崩さないやり方、もっと人が幸せになり方のビジネスとかで、そうするとそのような感じで政府にもそういう税格が流れてきて、で今度そういう税で教育を変えたりとか、世界が良くなって、で今度そういう国が他の国に寄付したり、他にこう、ね、教育をコントリビューションしたりして、世界が良くなっている。まさにニュージーランドとか今そういう感じで動いているよ ね。じゃあね、ちょっとね、心理的になぜ僕たちはいつもなんか悪いことが起こるんだ、なんで行動しないと悪いことが起こるよっていうことを思っているのかについてお話しさせていただきたいと思います。東京都特許許可局、東京都特許許可局やな、東京都特許許可局。 Alright, so ポイントはね、実は僕たちの脳は問題を見つけるプロ中のプロなんですよ。なんとですね、ね、この体、ね、僕がなんかガンダムの運転手で、これがガンダムだったら、このガンダムはね、この体はですね、なんとですね、問題を見つけてくれる、危ないことを見つけてくれるプロ中のプロなんですよ。ね、本当にラッキーなんですよ。ね、僕たちは。もう何にもしないで悪いことを見つけてくれるシステムを持っているんだよね。本当にね、多分ね、前はそうじゃなかったんじゃないっていう説もあって、前はなんかもっと幸せなことを見つけているね、脳もいたんじゃないかなっていう説があるんだけど、そういう体は全部セーバートゥースタイガーに食べられちゃった。ね、そうやって、あ、綺麗とかね、幸せとか思っている人間が、セーバートゥースタイガーに1万年前とかにね、会うと、あ、かわいい、でっかい猫ちゃん、でも近寄らない方がいいかも、なあ、でも素敵、見てあのセーバートゥースって思ってる瞬間に、セーバートゥースタイガーが、ジローって来て、バーって言って、あー、セーバートゥース、でも幸せって言ってやられちゃって、で、誰が残ったかっていうと、なんだあの猫、あれセーバートゥースタイガーだ、逃げろって言って、そうやって危険を常に見つけていって、危険が来たら逃げるっていう人間たちがサバイバルで生き残ったんじゃないかっていう説もあるんですよね。でね、ちなみにね、これちょっと面白い話なんだけど、男性が、まあ、男性でも女性でも可愛い相手に話しにくいっていうのないかな、ね、僕は男の子、僕は男性だからよくわかるんだけど、なんか可愛い女の子がいるとすごい話しにくいよね、怖いよね。これも実はサバイバルシステムなんやっていう説があってね、どういうことかっていうと、例えば自分が声をかける女の子
まあ、男性、まあ、女性が女性に声をかける、ね、例えば、ね、あなたが女の子ですごい可愛い女の子がいて、僕 LBGTQ だからね、今の時代はこういう感じだよ、今こういうことがリアルだからね、男性が女の子を好きになるっていうのもあるし、男性が男性を好きになるっていうのはこれ自然のことなんだよ、これは自然のことなんだよ。動物にもこういうのがあって、で僕たちも動物だからナチュラルなんだよ。男性が男性を好きになる、女性が女性を好きになるっていうのはすっごいナチュラルだからね。 OK? だからついてってよ時代に。 Alright、 でね、ポイントは、例えば可愛い女の子がそこにいて、可愛い女の子に声をかけるじゃん、で怖いじゃん、それは実はサバイバルインスティンクで、どういうことかっていうと、その女の子が例えばチーフの娘だったら、もしかしたらチーフがあなたのことを殺しに来るかもしれないの、ね、もしその可愛い女の子がもうね、チーフの奥さんだったら危ないわけよ、ね、だからこういうサバイバルインスティンクっていうのが本当にあるんだよね。これが今でも時代を変えていっているんですよ。でポイントはですね、僕たちの脳は問題を見つけるプロなのね。ね、脳には3つのレベルの脳があるって言われてますよね。爬虫類の脳と哺乳類の脳と人間的な脳っていう感じで、この一番古い脳の中にはサバイバルを考えている。だから申し訳ないんですけど、ね、多分僕たちの体の目的は生き残ることが一番で、ね、幸せになるっていうことは意外と新しいコンセプトかもしれないんですよね、この僕たちの体の面で言うと。だから僕とあなたは幸せになること、不安を感じないこと、幸せなことで生きていけるようになることっていうのを優先順位にしてるかもしれないんだけど、僕たちが乗っかっている体はそうではないのね。僕たちが乗っかっている体は何をしてくれるのかっていうと、問題を見つけてくれるプロなんですよね、だから例えば英語で、日本人の方が英語で話すときに Hey you guys, how are you? How's it going? I'm gonna speak some English っていうときに、ね、自分の頭の中で、ああどうだったかな、今のアクセントどうだったかな、ちょっと変だったかなって言っちゃった瞬間に、自分の脳は何をやってくれるかっていうと、いや今のアクセント良かったよ、本当に気にしないですっごいうまいよ、大丈夫だよって言ってくれないよね。自分の脳は何を言うかっていうと、いや全然今の下手だったよ、マジ本当に分かりにくかったよっていうわけよ。で、そうすると自分は何を考えるかって、あ、じゃあ黙ってた方がいいかもってなって話さない。で、そうするとどうなるかっていうと、英語の能力が上がっていかないよね。だからアクセントを考えるっていうのは禁止、本当に危ないことなんだよね。会話にフォーカスすることが大切で、サムライアクセントでもいいからそれで話していくっていうのが大切なんですけれどもね、この問題を見つけるっていうことね、何か行動しないと悪いことが起こるよっていうのは、実は僕たちの脳の専門の部分なんだよ。ね、でしょ？だからすっごい得意で、こういう考え方が社会的になってきているんだよね。ね、なのでね、だってさ、前は戦争の時代だったんだよ。ね、だから心理的に考えるとね、逃げるか戦うかっていうコンセプトがあるじゃん。もう一つは耐えるかっていうのもあるんだけど、どういうことかっていうと、例えばセイバートゥースタイガーが目の前に出てきた時に、あなたはどうする？マジバーって出てきたら、あーとか言って投げるやろ、ね、それが戦うっていうことなんだよね。またはあーって言って逃げるやろ、それが flight、ね、fight or flight っていう意味なのよ。で、中には耐えるっていうこともあるんだよね。で、例えばブラック企業に自分が面接して受かったところが、なんと見事にブラック企業だったと。で、社長から舐められて、ね、で、なんか騙されて、コントラクトがあるんだけど、お金払わないっていう会社があるに、そこに入ってしまいました。あなたはどうする？ね、訴えるやろ。それは戦うっていうことなんだよね。でも訴えるの嫌だ、その怖いなーって言ったら逃げるよね。もうどうでもいいやって。または給料取られたんだけど、しょうがないよね、仕事辛いからねって、他のところないからね、多分雇ってくれないから、他の仕事今ないからって言って耐える。そういうブラック企業の社長が悪いことをしてるんだけど、しょうがないよねって言って耐えるっていうやり方もあるじゃんね。だから戦うか耐えるか逃げるかっていうことがあるんですよね。で、戦争の時代、マジ日本とかアメリカとかヨーロッパとかめちゃくちゃ戦争してたんだよ、本当に。で、その前も第一次世界大戦あって、その前もなんかヨーロッパの人たちがアフリカとかインドとかインドネシアに行って、もう自分の国みたいに取っちゃって、で人を奴隷にしたりしてたんだよね。だからこの戦うっていうのはすっごい僕たちの頭の中の本能の一つなんだよね。
ね、でその時代がいや戦うのやめようよってみんなで価値観を変えて、で今はもっとそういう戦わなくてもビジネスをやるビジネス的な戦略、人を殺さないんだけど人をの労働をなんかうまく雇ったりとか、そういうやり方もあったし、で今はまさにもっともっと時代が変わってきて、そのやり方、そのただ単に働いているだけだったら幸せにならない、ね、ただ単にお金があるだけでも不安は残るとかね、そういう時代が今は本当に、いや命が大切でしょうね、どんな白人でも黒人でも青人でも赤人でも金人でもね、ね、あの人参でも、ね、何人でも、ね、みんな血赤じゃん、みんな兄弟やろ、文化っていう違いはあるんやけど、美しい、ね、違いはあるんやけど、みんな同じもんだから愛を大切にしようよ、困っている人たちがいたら助けようよ、ね、僕たちの地球を壊して、僕たちを利益のために壊すんじゃなくてね、その愛を選ぼうよ、地球を壊さないっていうところに選ぼうよ、動物を大切にするっていうところに選ぼうよ、健康を大切にする、子供を大切にする、教育を大切にするっていうね、ことをやろうよっていう感じの今時代のシフトが来ているんだよね。だからこういうような大きいマクロ的全体的な地球の人類の歴史とかね、今人類がどこにいるか、令和になって2020年になって19年20年になって、どうやって世界が変わってきているのか、コロナが入ってきて何が変わってきているのか、 Black Lives Matter で何が変わってきているのか、ね、働き方革命で何が変わってきているのかっていうことは、まず僕たちの、ね、人類として僕たちが努力と行動の時代から方向の時代に変わってきているんだよね。どっちの方向に僕たちは合わせていくのかね、本当にね、いろいろ一回これを合わせたらどうやったらもっと楽に猛スピードでこっちに進んでいくのかっていうこともいろいろあのね、アドバイスっていうか、僕が経験して本当になんか信じられないような感じで人生が幸せになっていくっていう個人的な話とかになっちゃうんだけど、そういうこともあのシェアしたいんで、ぜひね、あのこういうのが興味ありましたらチャンネル登録してください。でそうすると僕6時半から月曜日の朝からライブとかやっているんで、そういう時に結構こういうお話をさせていただいております、ね、どうやったら OK、 じゃあ行動じゃないんだ、方向なんだなってなったら、えでも僕たちの OS はまた、いやそんな甘い話ない、ちゃんと努力しないといけないんだ、もういかないぞみたいな感じで絶対変わってくるのね。この行かない方に絶対僕たちはこうやっていく、特に周りの人たちとかが、ね、自分の働いている人たちがみんな問題にフォーカスするっていうのが得意なんだったら、自分がそういう環境にいると自分は幸せの方向を向かおうとしてるんだけど、周りの人がそれやめろよ、そんな甘い話ないぞ、努力が全てなんだって言っていることを言うから、それは本当にね、あの自分がオイルでみんなが水みたいな感じでうわーっていう感じになっちゃうよな。だから本当に自分がオイルだったら他のオイルがいるところとか、そういうところに自分を入れていくっていう感じにすると自分の考え方も楽に変わってきて、そうすると今度自分が同じ方向で行きたいなっていう人たちの先輩っていうか、もうそれをすでにやっている人たちがもうこういう感じでやるともっと楽になるよって言って、実際に成功している人が友達になる。成功っていうのはね、トランプさんの成功みたいな感じじゃなくて、自分のね、二十数歳でビルを持って数億円のビジネスをやって、でなんか女の子とか、まあ、女の子ね、いろんなそういう遊びがいっぱいあって、で高級品をいつも持ってて俺すげえだろうみたいな、そういうなんかそういうことをじゃないんだよね、成功っていうのは。今の時代はこの星、この地球っていうところに限られた人生がある中で、あなたはどうやって生きていくのか、自分のために何をやるのか、ね、で他の魂たちがこの地球にも行ってまだ困っている人たちがいっぱいいて、あなたの人生を通してどうやってこの地球が良くなっていくのか、ね、未来に来る人たちも考えて、過去に来てくれた人たちのことも考えて、愛を持って行動をとっていくっていう。でそうするとお金が買えない成功、お金があっても成功しているし、お金がなくても喜ぶことがたくさんで、もう感謝の気持ちでいっぱいで、お金がなくなってもリスタートできるっていう、大丈夫なんだ、安心なんだ、手放していいんだ、努力行動じゃなくて愛っていうか、ね、このね、ルークがね、こうやって出てきてね、ルークがね、フォースって言ってるんだよね。悪いやつもフォース使ってるからね。だからフォースはリアルだっていうことかもしれないよね。ああ、ああ、ジュンジュンジュン。はい、っていうことなので、
今日のトピックはですね、行動をもっと努力、お前は足りないんだよっていうダース・ベイダーを信じるのか、いや、フォースが僕をガイドしてくれる、フォースを信じて行動じゃなくて方向、幸せの方向に向いていると絶対やらないといけないこと、やりたいことっていうのが明確になって、そっちの方向を信頼して愛っていうフォースを信頼する、わかんないけど宇宙のフォース、フォースを信頼して生きていくんだって、ルークとダース・ベイダーのピャンピャンピャン、どっちが正しいのかっていうお話ね。いい感じでお話できたと思います。Alright, you guys. Well, thank you so much for checking out this video. Then, please give me a like button. もしね、このビデオいいなと思ったら、ぜひ、like ボタンを教えていただければ幸いです。押していただければ幸いです。で、Instagram もちゃまにやっているので、ぜひね、インスタを見ていただければ幸いです。ちょっとね、僕のね、サイドキック。ブルー。僕のベストフレンドをちょっと紹介させてください。ブルー、パパ、パパ、ノーバリー。マウンテンバイク乗ったからね。疲れてるんですよ。マウンテンバイク乗ってフリスビーやるみたいな。パパパパ、イエーイ、ブルー、うちの相棒ブルーです。彼女は36キロの女の子なんですけれども、彼女とかもインスタに載っているのでね、ぜひ見ていただければ幸いです。 Alright, please subscribe、 チャンネル登録もぜひお願いいたします。 Thank you guys, and I will see you next time. I love you, bye.